はい、どうもみなさんは、こんばんにちは。VCCL ワイドリフト部門 ADC 担当のビビるやることやつでーす。<laughs> えー、今回は現在開催中のワイドリフト世界大会 iCons22022、えー、日本一戦国ゲーミング v s e チスペイン代表チームクエストの試合第3試合目見ていきたいと思います。3戦目このまま負けたら敗退の 緊張だね、ところなんで緊張の一瞬ということでこのねゲストにまたしてもこの方に来ていただいておりますはいどうもこんにちは DBJ ですよろしくお願いします元気いっぱいでね見ていきたいななんてね思っておりますんでよろしくお願いいたしますそれでは早速左の方を見ていきますかはいいうところでまあ全部ブルーサイドっすね SG は確かに うん、なんかね、こう、世界大会始まった最初の方は、まだ、あ、レッドサイドで後期カジックスで取るっていう流れがめっちゃ強くて、結構高校の方が強いのかなってなってたんですけど、まミ、あ、髪色がこう出てきたってところで選考も強くなったと、うんうん、いう感じかなって言って、まあ選考取ると。まあバンピックは相変わらず、これはまたエコーなんかなああ、まあまぁ、あうん、マストバンっぽいっすね、TQ は。 うんなんかそうですね。うん、なんでそんなにもうラッシュ選手が得意なのかな。やっぱキャリージャングル系に使われたらワンチャンが怖いっていうのあります。うん、番は本当に変わらず全く同じで。まあエスジとしてはね負けたからちょっと変えるかというところでカミルじゃなくてジェイス。うん、なるほど。 まあまだフレックス。うまあそうね。一応ミッドトップのフレックスで。ああ、ミール通るよね、それは TQ も。うん。ファミル後期かな。ファジックスもそんなに優先してるかもないですもんね、ファ、うん、ジックス、ジャックスあたりも。コーキかな あやもねでも、ここ変えないんかな、うん、?SG ジグス、うん、とかじ変えずっていうところか。もうんまあ、多分ジグスう、ね、ジグスは取りそうな。 まあジェイスとも相性いいしポ、うん、ークで、ねね、ADAP のバランスも取れると、はい、ここ,こ,こ、まあ、カジックスは結構ねまあ、パフォーマンスさっきから,、うん、だからまだキャッチされた時にちょっとしんどいっていうねさっきまた、まあ、TQ としてはねまたスレッシュワックスジャックスジャックスジャクスジャックスイャックスジャックスイジャクス、ね、ジャックスジスジャックス コップは先にじゃあ取らず、まあ、まあジャングルはやっぱ取らないといけないっていうところでうん変えてきましたねあと余談なんですけどかっこいいっすよねこれ一回かキャラクターが出てくるのそれな <laughs> めちゃくちゃかっこいいこれ来ましたスレッシュさっきもねやっぱ強かったからいやパフォーマンスすごかったもんねまあでもシェーン版ンじゃなくてスレッシュ版でも多かったかなってちょっと SG 思うんですけどねうん、うん なんか、こう、ジャングル割と、あんまり優先してないってところで、こう、スレッシュもバランスして、で、試合取られないっていう読みでよかったんじゃないかな。で、カミーヌも自分たちが取らなかったし。いや、これまたバイ来るんじゃん。いや、バイ来るんじゃないかな。だって、結局、スレッシュのキャッチに加えて、カミーヌが加わったってだけですからね。ね。キャッチがまたさらに強力になったっていう。 でラカンバンのリベンバンドうーんまあサポのエンゲージ消していく感じかなそうっすね、うん、で SG はジャングラーを潰していくんかな多分残りの1枠も 1> うんまあジャングルとミッド、まあ、リベンどっちもいけるから、うん アジバイ来、まあ、そうな気もするけどね、やっぱ流れ的に。<い>オラフジャングルのキャリー系。こうやってとこでね、まあ、もうさっきのバイはもう全然いけるぞと。うん、なるほどいう。何取るんだろうな、まあ。カジックスより圧倒的に後半落ちにくいですからね、ジャックスは。やっぱりキャッチされて。まあ確かに確かに、まあ。ちょっとね、通常攻撃を無効化できるっていうスキルもあるし。うん フロント力はねこう、カジックスより。うんか、ね。まあもうパフォーマンスめっちゃ良かったんで、セレシト場合は。そうね、まあ。ジャックスを。ああ、だダリウスか。ダリウス。うん、まあ、ジャックスがこうスプリットしてやっぱお金稼ぐっていうのは結構、ジャックス使ってるチームの定石。うん,うん。どっかのタイミングでこう、まあ、ヘラルド取ったり、まあ、普通にもうオブジェクトを無視して。 うジャックスを取るっていうところでまあもうジェイスがハルブレイカー積んでサイド出るからいいですね、まあ、集団戦にちょっと寄せたお<ー>おーなるほどまあまあディス、まあ、エンゲージディスエンゲージできるしねもう<れ>かっこいいディスエンゲージん今回だと結構ディスエンゲーよりかな、はい、でも逆に TQ はちょっとダメージがミットで さっきジェイス取ってたんですけど取られてるからダメージが、ね、うんんうわいたわ忘れてたわなるほどか使えんのかな<ー> TQ トイレちょっとなんかダメージ枯れるんかなっていうんんていう,うん結構育ってないの後期だったりとかやっぱ結構育ってないと、うんうん、だって結構集団戦強いな TQ 構成 でもちょっと時間かかる感じはイメージはありますけど何か最初のオブジェクトで当たったどっち側だったら強かったんだから左なパッと見左なうんいっちゃん最初はそうだね多分ジャックは弱いけどうんで中盤以降となるとちょっと真珠だったりね髪色が結構強くなってくる時間だからそこはちょっと気をつけたいですね 映画を挨拶してうんまあちょっとでも瀬戸どうなんだろうなっていうのも、まあ、ジャックス取ってる時ってガリオが一番多いんですようんうんうん誰がが見てる感じね、うん、っていうのも多分やジャックスがファームしたいキャラクターだからサポートにこうガリオ置いてでガリオにこうトップのカバー行かせるああそうですねそうで自分はファームに専念するっていう動きが結構あるから、うん でそこでやっぱり一番見やすいのでガリオ、まあ、ミ,ッドからミッドにいればもうトップも見れるっていうレベルでミッドの主導権取りつつトップも見れるからガリオが多いんですけどこの瀬戸っていうとこでねどう運用していくのかっていうのは結構重要になるかなと思います。はい。い見てききままししょょう。見ていきましょうおー。序盤から。 バリア落ちす落ちたねーこれでかいんじゃないか新人でしのバリアなくなるちょっとな地味に痛いんですよ僕も新人やってたんですけどあそうなんだ、ね、やっぱ痛いちょっと痛いんだ、まあ、ジェイスってやっぱすごいきついんで最初レーンはー無理やり押してリコールしてっていう感じなんで<ジ>まあちょっと切るライン見られる可能性があこれちょっと怖いけど大丈夫かな 大丈夫かこれ結構、新じと帰るの分かってたからね、一回、一緒にミッドしちゃってもよかったかなって見えたけど、ね、さっきみたいな感じで。ジャックスなんでね、本当に SG はジャックスに金入れたいですね、ジェイスにもやっぱ金入れないとダメージも出ないし。 x j ス,スのライン、ミッドジャングルのラインでどんだけお金稼げるか。地味にこのシンジドに、シンジドって絶対倒しちゃうじゃないですかね、対面は。これ地味にタワーした。確かにキルプレッシャーあるよね。嫌なんです,すよね、これ地味にミッドレーナーからすると。ワンチャンジャングル来て無理やり投げられたら死ぬんで、フラッシュ分投げもありますから。ね、ハーク選手うまいですね、距離の取り方が。 ただ、瀬戸が寄ってきてないね、今回は渡した。あんま帰って、うん、今から帰ってかいや。新自動で主導権取れるのもでかいんじゃないですか。しかも、両艦システムですね、これい。ジャックスはもう諦めてますね、これ、うんん。えー、青は大丈夫か、青は取れるか。まあまあまあ、ジャックスからすると、バフ取ってファームできたらっていう感じですかね、最初は、うん。 うん、まあ、ちょっとこう、生徒が。出てくれたがちょっと遅かったから、ちょっと。怖い部分ではあったけど。<laughs> まだ、このトップもね、ダーリウスとしては、あんまりユリア食べれたくないっすよね。そうっすね。あの、いろいろとから、バイウルトでも、落とされちゃう可能性が高いから。うわ、強っい。や、これ、しんきのめっちゃきついっすよね、これ。<laughs> レ押すのにも、サポのカバーがないと。押せないっすよね。<laughs> んじゃあミッドの主導権はね、SG 側にあるってことで。も、うん、っとトッププッシュ 1>、うんあ。1回帰る時間作ってあげたって感じか。ですかね。まあ、あと、ジャックスに金入れるためにもこう一緒に分け合って。一応ね、5分だから、こうジャックスとかだと2周フルクリアしたい。うん まあちょっと時間が余るのにシフルクリアだけだと、お金一緒に稼いでってとこですかね。うーん、でも結構綺麗に回れてるかなと思ったけど、やっぱ倍って序盤の周回めっちゃ早いから、今回は倍側に軍配が、まあ。あと、スレッシュのローム、前回の試合同様、一緒に動かれるとやっぱ怖いっすよね。生徒一人では動けないっていうのはありますよね。う<ー>ん。割りだったら、アルティメットさえ入れば。 あとよりでも出てるで問題ないんですけどいやスレッシュのもうずっともうジャングルがおるやんこれ怖いよなぁスレッシュが動き回るのいやこれ五レベルになってるのも早い,いなこの動きいやこれトップタ<れ>イ頑張って大丈夫そこ入っておお<ー>いやこれどう,どういやこれ折れる ?4 分経ってるし多分折れるかな あもう相まで見るすかねおおすごいなに何,何その動き <laughs> <laughs> 見たことない動きしたいま俺、あ、俺はしいや後期パケモットやけどえこれ撃つかおおやりすぎちゃうそれそれはあのえこれジルライン見えすぎかもな今のこやったっすかこれやってないっすか まあ、たぶん、守るっていう、やりたかったことやけど、オブジェクト前やし、いやそうやんね。まあ、ちょっと思ってなさ、まあ、確かにあっこも見たらバックアウトなんですけど、<laughs> けどリスクの方がちょっとでかかったかもしれない、ね。<laughs> しかも、右にブリンクしたっすよ、今、ポーキ確かに。ブラッシュも余ってるし。やっぱ、これはでも、ジェイスに金入ったのはうまいっすね、マジで G、SG。まあ、でも、じゃん。 だから反対行くんじゃないシンプルにトップ行きたいけどやっぱ合わせにくるよね TQ もジャックスの位置バレたくないな、まあ、後期のパッケージがないっていうのはうきい印刷でありますがああドラゴンいくドラゴンいくいいよう、ね、にそうねそうねそうね取れた美味しいですけどねでも全然まだこれミッド筋がある大丈夫どうだろうこれ 最悪ギブでもボッて折れるけどわあでもポーク一番ええワンサンドでもマナーがないからあといいと9で一発分しかないいや走ってくるぞ怖いシンジのがうわーおいしど強いうまいや大きさ一番うまい大きさ一番うまいいやでもさすがラッシュ落ちるかこれいや強すぎ強すぎあらはくーパワー折ってたか まあまあまあドラ取れてキル取れてミッドが削られたけどまあ折れなかったし、うん、いやこれワンさんでこう前のによう戦ったらでもこれ削ったのはいいけどラッシュもこれハックも今ボット殴ってんだよねこれ完全に奥さんの位置バレてなかったかなうんいやナイスキャッチや後期いいね2連続で落とせるのは 怖かったんですが、やはり序盤の髪、ね。いやう、強。ジャックス。ジャックス。あ、イナトラブレスかね。あ,<ー>あ、ちょっとここはカットさせていただきます。<laughs> ますこのね、ちょっと時間くれたのありがたいですよ。はい、一旦。はい、よし、行きます。はい。 ローこんにちはということでね、戻ってきましたんで、また見ていきたいと思います。まあ、ジャックスにキルが入ってっていうところで。なんか聞いたことある挨拶やった。ええ、なんか聞いよ。せいかな。ローこんにちは m s y 3 0準決勝。いやいや、T1 対。聞いたことある聞いたことあるんだ。 もう練習しよったよなこれ、ね、家でこっそり。<laughs> そういう感じがいいかなと思って。中毒性あるからな。あら、こんにちは。<laughs> <laughs> もうねあの、2018年の世界大会から僕、<laughs> でも全部見れてたから。<laughs> UG さんの。UG さんの動画、リスペクトさせていただいております。めっ、ね、ちゃわかりやすいですもんね、うん。このね、1年間でね、あのロール1回もやったことないのに、あの1000時間ほどロールの動画見させていただいたんで。<laughs> <laughs> ああいやでも結構いいダメージ出るっすね。ジグスとこのジェイスのポークがだんだん痛くなってきたっすね。うんあでもいいね、こう、紅紀と信じ度が育ってなくて、で、まあ、トップジャングルは割とイーブンで、ちょっとまあ、ジャックスよりぐらいで、いいんじゃないですか、この感じは、流れは。なんか、ファーストタワー取られてるとは思えない。うううんうん、うん いやこの春ブれ持ったさ、この AD チャンピオンだっシン新次郎、こう、タワーは本当にきついよね、守るの。きついけど、やっぱ、だいぶにすごい強い、結局。ああ、まあね、だいぶはできないし、うん、まあむしろキャッチも強いから、相手も,もう結構殴りにくいって感じが、うん、タワーを。怖い部分はありますね。しっかりワーディングできてれば、うん、あ怖くはないけど。じゃそこの、こう、新次郎のマッチアップのところ、結構うわー、大丈夫かな、ね

いや、でも、スレッシュもやっぱ、西山君狙いはいいよね、おちょっと教えてる。<あ>おにゃーこれはさすがにか。さすがにやね。ッ交換といや、折っ,ってないですけど。まあ、まあ、まあ今のね、まあ、一回帰んないといけないから、こう、タワー折られたくなくて。あそうやね。押す理由もわかるけど、さすがにちょっと、ね、ローすぎたね。ーたねいや、お前、そうもうずるいて。ずるずる。 あ、でもこれ、こう、これでも、待って、こうき、これ、待っまだなくない。待らない、待らない。え、これ、こうき。こうき、ちょっとメンタル、最初の、デッドから。メンタル、まあ、実際これね、大会、まあ、僕も世界はいっても、まだ、いってないですけど、ジャパンカップだけなんですけど、ね。大会のワンミスって、すごい、メンタル、ね、くるもんありますから。やべってなるもんね。すごい気持ちは。 分かりますよねこれはあでもこれどうだ大丈夫かジグスきてないけどいうわあかフラッシああうまいああ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 あ うんちょっとあれだったね、やっぱ後期落としたから、うんうん、チームクエストがこうボットサイドに来るかもしれないっていうので、ジグスが下見てたんですよね。カバーの動きしてましたね、ちょっと。うんっていうので、ちょっとオブジェクトのあれが遅れちゃいましたね。まあ、ここは本当に、まあ、相手とね、こう、じゃんけんなんで、マジで。何出すかみたいな、ここなんで。 まあ読みも読みとかそういう,、うん、もう本当に運,運ではないですけどねまあ、ちょっとじゃんけん要素もあるあるねここ,は,、うん、これはやっぱ潰すために司会が必要なんだけどまだこの時間は取れないからねーうーんスタックマックスやったけどな今ダリウスしかも上惜しかったな後期は多分頭かち割れとったな おハイタッチしたれやコーチーもドキドキやなうんまあさすがにドラはまあそうね一<ー>回もうちょっと負けちゃった手段せの次はねフラッシュとかも空いてないこともあるから自分でいいんじゃないですか、まあ、パッケージもあるしねでもちょっとなんか 遅い気もするけどこれ大丈夫かなこれめちゃくちゃ危ないけどうん弱強いけどああいぐらいとかバイにキャッチあでもこれあバイやで、ね、バイやれ、ね、バイやれ、ね、バイやれ、ね、うわあ一番うまいステーシスとしてランタン強すぎいやー戦ぎあ先行5万くああ危ない今どっこいしをわいてなくてよかったらしいんだけど ね、うん、いや髪色の、ね、あのウルト、本当にだいぶに強いよな。かばんの多くも速い、このスレッシュ。ーだからちょっとね、SG としてはちょっと遅かったよね、もう<ー>始めたタイミングぐらいで行っときたかったよねあ<ー>、まあ、めっちゃむずいんだけど、それが。あ<ー>このバインのスイスうまかったら、アグロしっかり最後まで引いて。うん このランタンだ。ンンで回収、やらしいやん。でこのバイスレッシュがかなり極まっとる感が。うんね、チームエーストのバイセスレッシュうまいね。<ー>でバイが一番長めじゃしたんで、ね、これ。<laughs> <laughs> まあちょっと金センさんがね、勝ってる側だったら余裕だったんだろうけどね、集団戦今のあ,<ー>あとちょっとだったし。 今回立ち悪いのがカミールとも一緒に動けるっていうのがなうんちょっとカミールバイがむちゃむちゃ育っとる気分悪いなこれフレッシュバイだけじゃなくこうねこれダリウスは結構対面のきついよなまあこれだからすごいい,いっすよねこうジャックスもう食べさせてオブジェクト返し、ね、うんそうねここでもやられたくないけどいやもうそしもうエゴイやエゴイやって e <laughs> c チェインエゴいやん,うーんラッシュに金入れるのはマジで大事、うん、まあでもすごい勝ち,勝ち筋を作っていっとる感はうんまあ言うと全体のお金さはまだケ k しかないからそうねやっぱのジャングルはうんだそうさ、ね、差があんまつけられてないよね、うん キル数4キルで48なのに、エラルドも取られてるのに、タワー差はないからね。うん、タワー差1本か、一応日本。ボットの2本目が折られてるけど。普通、4K、5K ぐらいつけられとってもおかしくないぐらいの。いや全然、5K はおかしくないね、5K ぐらいは。い結局やっぱ戦国のうまいとこやな。うん。カウンター、はい、も結構いや、アクションはしてるしね。うん、なんか金さ使えんのよな、戦国って。 <laughs> ででこれ気づいたらフフフッうんオートバイのアルティメットからい,いやー偉い甲斐さん偉いやーその細いらい信じの強くないこれこれ強いでも瀬戸も強いねえ瀬戸かなりダメージ出たいいああこれカ髪色絶望的かもしれん <laughs> やばいあとからカミールはやめて全開手されるこれおじいさんういピールうワードフォーカスチェンジうまいこれこれちょっとカミールいいねちょっとちょっともったいなかったかこれ143ぐらいのパフォーマンスだーちょっと もう絶望の髪いるぐらいの勢いやったけどあれよう見たことあるで俺あの全部リソースをしちゃったの髪に全部書いて全部取られるのいやこれバックアードじゃないかないやバックアードやねこれお金さん追いついたぞいやこれ全然勝てるジャックスはそういうチャンプやから結局ジャックスとバイが同じ金だったらジャックスの方がよくないこの時間やからね いやいいねこれめちゃくちゃいいジャックスカッシュやっぱガーディアンジェル作成できたから、うん、もうガンガン最後のバトルだよねさっきの集団戦さ結構こう一直線のラインで AOE サ、うん、イ攻撃が結構強い状態だったけど信じとと後期にそこまでお金が入ってるのが良かった、ね、確かにあんまりダメージ出てなかったもんねうんなんか狭いラインだったから全部当たるなと思ったけど なんか思ったより生きてたわみんなそっからあのアグロピンポうますぎたなうますぎたあとねダリウスがねちょっと一瞬止めていいうんいやいよいいよ一瞬止めるわこれこれね今ビルドつって,てたんだけど僕若干あのダリウスがガゴいってんのよ、これああ<ー>これであのギリギリで耐えてたやんハイさんガゴいっとったやんやそうそうそれがねめっちゃ良かったよね さっきのね、ちょっとリプレイもちょっと終わっちゃったけど、ほんとガ,もうほんとガゴでギリで見る。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 リもうモリ。もうボリやな。ボリやな、それ。お<ー> <laughs> なんやねん。ほに<ー> <laughs> ボリやで、これ。ナイスやで、マジで。ナイさはナイス選択やで、その。ル <W> 結構ね、フロットベルト多いもんね。うん、多い。 いけいけやからな。なみに上行くので、それ視界映ってないか、見る。いや、これバレこれ、瀬戸上から回って演技するんじゃないうわ、瀬戸一番いい、その動き。誰でもいい、誰でもいいよ。おおっと、でも大丈夫か、それ。ああ、でもちょっと。うわ、でも、数日強普通に強い。普通に強い。いや、何が。瀬戸はもうあれか、犠牲か、これは。 いジャックスやばいんじゃないかジャックスやばいんじゃないかああ、ティーピあでもリソースどうだこれおおいけるかダ誰すったかわかんない。勝ちはね ジジジジジャナこれええ、18秒。スレッシュだけがジャックうん。エンドなエンドいけるこれそうに入る。バイガー15、バイガー1あ、いけるかエンドくともジャックスレッシュ。うおー、来た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 来ンドた来た来たた来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 倍がた来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 たき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 た ジャックス選手速いじゃんうわーナイスー PG ジャックス強すぎえいや最後な TQ のちょっとコミュニケーションエラー感があったような気もするまあでもそこちょっとん回1回上に押し行くわって顔しとったもんねいやであそこで司会取ったんじ偉いなあそこのカミル上に取ったら見えたもんねで瀬戸の裏回りと いや、ナイスやん、ナイス、素敵やん。はい、それでは、総評の方に移らせていただきます。はい、はい、で、SG 側の方の総評なんですけど、まあ、ヘラルドを、こう、まあ、全部取られちゃった。うんうんうん。にもかかわらず、こう、タワー差をイーブンで、まあ、進めれたっていうのが、まずすごいなと。確かに。うん。で、やっぱ、こう、ジャックスに、こう、しっかりお金入れれた、それで。うん,うんうん。っていうのと、あと、こう、まあ、女中盤だったりね、こう、後期キャッチ。 うんうん、でもよくて、まあ、結構相手のミスな部分もあったんですけど、そのミスをやっぱりしっかり拾える。まあ、それ大事ですもんね。まあ、でも強いチームやそれが。うん、っていうところは良かったかなと。まあ、んまあ、ただ、少し、こう、相手とのね、こう読み合いだったりで、かみ合わなかった部分っていうのもあったので、うんうん、そこに関しては、ちょっと次の試合までにね、こう修正してほしいポイントかなとあ思っております、ね、<ー>次のね。 この SG 対 RRQ のね、試合をね。試がすごいもんな。もうやっぱボンベーからすると、ね、もう SG って感じだもんな。そこね、録画してる日の、もう、あと1時間ぐらいなんですよ、この RRQ 対 SG が。なるほど。なる楽しみやで、これ。このまま楽しみですね。いや、めちゃめちゃ楽しみよ、ほんまに。<ー>はい、ということで、TQ 側のね、ちょっと総評いただけたらなと。あ、僕がね。はい、お願いします。はい、TQ はそうっすね。まあ、 やっぱ2試合目のそのスレッシュとバイの構成、うん、にもアクション数が2試合目よりさらに増えてて、うん、ま序盤からまた、その自分たちのやりたいようなことをやって、まあ、オブジェクトなり、集団戦買っていったりで、どんどんうまくしてを超えていったし、ね、で、2試合目と違ってやっぱカミールもいたんで、上でも下でももうそこらじゅうキャッチが発生できるバイからすると。うん、<の>そうよね、もう。 誰と合わせてもええもんな、そんなもん。そうで。それを使って、すごい有利取れてたんですけど、ただ、やっぱ、その、ダメージディーラー、うんね、僕が、あの、ピックアミで言っとったんですけど、ちょっとし、ミッドが真珠だったんで、うんまあ、キャッチャーどこでもできるんですけど、その、主なキャリーっていうのが、まあ、後期しかいなくて、で、その後期も、ちょっと、まあ、コミュニケーションとかで、まあ、キャッチとかされて、あんまり育つことができなくて、まあ、集団戦でちょっとダメージ足りなかったかなっていう。 うん<で>そうねちょっと負けてしまったかなっていう印象でしたねはいはい本当にこう好奇キャッチのねおかげで、ね、集団戦はだいぶ救われてたっすもんねですねいやほんまにありがとうございます、はい、言うて言うてちょっと <laughs> 言うてほんまにターニングポイントいきましょうか言うて、まあ、はいお願いしますいきましょうか言うてここですよねこのまあちょっとね不穏な試合展開だったというところで2個目のドラゴンとかも終わって で4まあ大体2系さついてるっていうタイミングでのこの中断戦ですよねバイが入ってきたタイミングですねまず、うん、こここの瀬トのダメージに注目やねん瀬戸ここでグかったなこれこれ2隙がこのあとギリギリでもうポーンであれカでかいくもガゴで耐えて でこのフォーカスチェンジでこう育ったカミールを倒すとすごいなここの,このアグロビ乏ボンだってこうジャックスと震えるんすよフォーカスがめっちゃ綺麗やろうな多分うーーチェンジがめっちゃ早かったマジでいやこれでだってジャックス爆育ちからお金さなくなるっていうこの試合のここはマジでターニングポイントでしたね入ってきたカミールを誰も無視することができず あいう場面ってなんか逃げてもた誰か一人がこれやばいかもってなるシーンがあるかもしれんけどしっかり4人であのあねもう全く動けてなかったもんねカミルもすごいわこれ切れすぎすそのアグロピンポンが本当にうまかったなとですねはいっていう感じになりますはいえワイドリフト世界大会アイコンズ2022が 開催中となってておりまして概要欄に記載の PC スウェル公式 YouTube チャンネルにてウォッチパーティーを開催中ですので一緒に応援しましょうあとね、やっぱワイリヒュプレイヤーの方ならこう世界大会のね、強いチームがどんなプレイしてるからっていうのね、気になると思うんでね、何1人で見るの寂しいなーなんて思ってる人がコメントとかしてもろて一緒にね、見ましょう楽しそうやな。ほんまもう来てくれや <laughs> ほんまに言うて、私ビビろやれば。 ワイドリフトロールの解説動画プレイ動画を毎日上げております。配信とかもしておりますのでチャンネル登録、この動画の高評価、Twitter のフォローをお願いします。お願いします。はい、それではね、3試合長い間でしたけれども、ご視聴ありがとうございました。したそしてこの参加してくださったジェリーさんに皆さん拍手をよろしくお願いします。あ,ありがとうございます。イェイということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ,バイ,バーイ